2021年12月、我が家のプーさん、チワワです。12月1日、17歳3ヶ月、よく眠ることが何よりの健康法です。12月2日、日に数回この体勢を取らされるプー、目薬をさすためです。角膜の傷早く治るといいな。12月4日、お皿の上に顎を乗せして満腹の余韻に浸るプー。12月9日、部屋を歩き回ってだいぶお疲れのプー、ベッドに戻ってどっこらしょと座り込む。12月11日、スリスリすり寄る甘えんぼ。12月18日、瀬戸物の猫の箸置きに子犬をめでる母犬の顔。12月25日、プーの体重現在 2.6 キロ、痩せないようにしっかり食べよう。12月26日、目薬をさすといつもご機嫌斜めのプー、角膜の傷は少しずつ解放に向かってます。12月30日、プーとゴロネ、最高だね。2021年12月、我が家のプーさんチワワです。スケッチ、結城智子でした。